物語の中にラジオが出てくること、それでそのご当地の街の風景などを盛り込んでいることっていうのがベースになっていたんですね。そこから始まっているのでラジオドラマなんですが、ラジオストーリーというのがついております。金曜の夜、私は決まって仕事の手を止めて彼の声に耳を傾け、ラジオストーリーサイレントリスナー。小さな街の小さな放送局から流れてくる何でもない日常の何気ない言葉と語り口調が音楽をつないでいく。お送りしたナンバーはフランク・ガルコの「ただ耳を傾け」。職場でもプライベートでも自分の答えを求められるのが苦手な私は、その他大勢の中にいたくて息を潜めて過ごしてきた。今週で僕がお届けするのは最後。想像は悪い方が強かった。大学生の彼は就職が決まり、この街を離れた。不器用な彼は、お世話になりましたも、さようならも言えず、このまま最後の放送を送り去っていく。最後に彼に会ってみたい。3月の海水浴場なんて、ガラス張りのカフェの中で彼は今交通情報を読み上げている。あと5分、最後のトークで歌が流れて、そしたらさよなら。少しだけおずおずと開けた窓に彼は小さなメモを見せた。ありがとう。サイレントリス。数ヶ月後、私は偶然彼を見つけた。あの彼が朝のテレビのアナウンサーになっていた。今度こそ私は声を送ろうと思う。ペンネームはサイレントリスナー。